中国電力建設古墳有限公司は、中華人民共和国の中央企業の中国電力建設集団有限公司の子会社である。中国の企業国有資産法は、国有資本が持ち分の過半数を有資支配を受ける会社を国有資本空港公使としており、当社はそれに該当する。上海証券取引所に上場する公開会社である。組織形態として、 持ち株会社制を採用しており、参加の企業は、リスイチ施設、電力インフラ、交通インフラ、社会インフラの設計、施行、コンサルティングの請負い、包括請負いを主要な事業とし、設計、コンサルティングのサービス提供、発電所を対象とした投資及び運営、不動産開発、リスイチ施設、水力発電向け設備機器の製造取リースなども、手がける。 世界の建設エンジニアリングの動向について情報を提供する ENR によると自国と海外の事業を合わせた収益合計を指標とした2017トップ250グローバルコントラクターズにおいて親会社の中国電力建設集団有限講師は第5位であったまた自国を除いた海外事業からの収益合計を指標とした2017 トップ250インターナショナルコントラクターズにおいて、親会社の中国電力建設集団有限講師は第10位であった。中国企業連合会、中国企業家協会が2017年9月に発表した中国企業トップ500によれば、2016年の中国電力建設集団有限講師の収益合計は3246億5182万元であった。 また、中国電力建設古墳有限公使の2017年財務報告書によれば、同社の2016年の収益合計は2389億6836万元であった。よって2016年の中国電力建設古墳有限公使と中国電力建設集団有限講使の収益合計の比は73.6%となる。なお、 中国電力建設集団有限講師の連結関係会社間の取引に伴う収益合計の調整は行っていない。2017年度監査報告書によると、セグメント区分は以下の通り。2016年度と2017年度の監査報告書によると、セグメント別の収益及び利益は以下の通り。中収益には営業収益のかに利息収益。 手数料収益が含まれる。総裁消去項目は、連結内部取引に伴う収益及び、セグメント利益の分を総裁するための項目である。配布不能項目には、セグメント別の分類が不可能な売上原価、販売費、一般管理費、その他の収入、その他の利得と損失、並びに金融収支、 合弁企業と共同経営企業からの投資収益が含まれている。引用元の2017年度財務報告書では合弁企業と共同経営企業からの投資収益463.9900万元をその他の項目に計上しているが上の表ではその他の項目からその分を減じて配布不能項目に加え直している。 表中のセグメント利益の合計の欄は連結の税引き前利益とした。は、マイナスの数値。2015年から2017年の各年度報告によると、建設プロジェクト各工程受け負い事業のインフラ種別で区分された収益は以下の通り。中は、マイナスの数値。2015年から2017年の各年度報告によると、 中国国内と海外の事業で区分された収益は以下の通り、中合計は連結の総収益とした。総裁消去及び配布不能項目は、連結の総収益から国内の収益及び国外の収益を差し引いた値であり、内部取引に伴う収益の総裁並びに国内と海外のどちらにも配布不能な収益を含む、は、マイナスの数値。 2015年から2017年の各年度報告によると中国国内と国外の事業で区分された資産は以下の通り中合計は連結の総資産とした国内並びに総裁消去配布不能項目は連結の総資産から国外の資産を差し引いた値であり国内並びに内部取引に伴う総資産の総裁並びに国内と海外のどちらにも 配布不能な資産を含むはマイナスの数値。2013年から2017年の各年度報告によると、地理別の新規受注高は以下の通り、中はマイナスの数値。2014年から2017年の各年度報告によると、地理別の新規受注高は以下の通り、中はマイナスの数値。ありがとうございます。